ナンバーアンダーラインアイライブの魅力を徹底解説。成果、ダンス、演出、すべてが最高峰。ナンバーアンダーラインアイライブで感じた一体感。観客とアーティストが一つになった瞬間。ナンバーアンダーラインアイのライブを初めて目の当たりにした瞬間、何かが大きく変わったように感じた。それは、ただの音楽フェスティバルの一環としてのパフォーマンスではなく、まるで何か魔法のような、 特別な体験だった。2024年のロッキン一重引用オフ・ジャパンでの彼らのパフォーマンスは、会場を訪れたすべての人々にとって忘れられないものとなった。私自身もその場にいて、圧倒的なエネルギーと情熱に包まれながら、その瞬間を共有した一人だ。会場には、老若男女を問わず、全国から集まった多くのファンが押し寄せた。彼らの音楽に対する期待と興奮が渦巻き、 空気がピリピリリと張り詰めているように感じられた特に、8月11日はそのフェスティバルの中でも最大の集客を記録し、ナンバーアンダーライン愛の人気がどれほどのものかを改めて実感させられる一日となった。多くの人々が彼らのパフォーマンスを見るために長時間待ち続け、その期待感はますます高まっていった。ステージが始まる前、一部の観客の中には、少し冷ややかな視線を投げかける者も,もいたかもしれない。 しかし、彼らがステージに登場し、音楽が始まった瞬間、その全てが完成に変わった。彼らの歌唱力、ダンスの技術、そして全体的なクオリティの高さは、すぐにその場にいた全員を魅了した。知人の一人が、近くで見ていた男性グループの一人が、平野っけ景、と何度もつぶやいていたと教えてくれた。彼の存在感は、ただ、かっこいいや、 顔が小さいといった外見的な評価を超えた何かを持っているようだ。それは、まるで彼自身が光を放っているかのような、圧倒的な輝きを持っているのだ。私もそのステージを間近で見るために、他のアーティストのパフォーマンスが終わってからも2時間以上待ち続けた。しかし、背が低いため、中央付近で埋もれてしまい、全く見えないというジレンマに陥った。逆に、 少し下がるか横に移動した方が見やすかったかもしれない。ペンライトではなく、全員が拳を突き上げる瞬間は新鮮であり、同時に圧倒された。これは、初めてナンバーアンダーライン愛を目にする観客にも彼らの魅力が存分に伝わったライブだったと思う。ライブの最後に、観客は、おかわりごとを叫び続け、疲れ果てた体を引きずりながらも、彼らがステージ上にいるという事実だけで満たされていた。 会場の熱気と興奮が私の体中に伝わってきて、彼らのパフォーマンスを目の当たりにできたことに感謝の気持ちが湧き上がった。コニーさんの興奮と感動が配信を通じてリアルに伝わってきて、私も同じ場所にいたような気持ちになった。そして、これからもナンバーアンダーライン愛をずっと応援し続けたいという強い思いが生まれた。ライブ後、多くの人々が、三人をせいで見たことで、ますます彼らのファンになった、と語っていた。 彼らの素晴らしさはただのパフォーマンスにとどまらず、観客一人一人の心に深く刻まれた。私は、これからも彼らの音楽が広がり続けることを願ってやまない。そして、昨日のストーリーも仕事の合間に何度も見返し、その興奮を分かち合った。生のパフォーマンスを見たことで、彼らの音楽と向き合う姿勢がどれだけ真摯であるかを再確認できた。特に印象的だったのは、 この暑さの中で生のナンバーアンダーライン愛を見ることができた喜びだ。私の姉も一緒にライブに参加し、彼女もまたその場の熱気に圧倒されながら楽しんでいた。現地レポートを通じて、その瞬間を共に体験できたことに感謝し、私もまた、年齢的にフェスを諦めていたけれど、コニーさんのおかげでその興奮を間接的に楽しむことができた。彼らのパフォーマンスが終わった後、すぐに次の公演に向かうことになり、 その驚きと心配が交錯する中で、彼らがどれだけ自分たちのやりたいことを全力で楽しんでいるかが伝わってきた。彼らはただのパフォーマーではなく、素晴らしいアーティストであり、その勢いや人間性が光り輝いている。これからも彼らがどんどん大きくなっていくのを見るのが楽しみであり、その成長を応援し続けたいと思う。男性のファンが増えていることも興味深い現象だ。肉眼で見た彼らのパフォーマンスは、 本当に見たのか、それとも夢だったのかと思わせるほどの衝撃を与えた。特に、成果のレベルが高いという感想を耳にしたとき、その言葉に深く共感した。彼らは単に技術が高いだけでなく、その歌声には魂が込められており、聴く者の,の心を揺さぶる力があるのだ。この経験を通じて、彼らがさらなる高みに到達する姿を見守り続けたいという思いが強くなった。そして、 次のライブツアーが始まる秋には、私の地元にも訪れる予定で、なんとかチケットが当たることを願っている。彼らに直接会う機会を得ることができたなら、その場での感動に圧倒されてしまうだろう。しかし、その日が来るまで、私は彼らの音楽を心から楽しみ続け、彼らの成長を見守りたいと思う。No.1 アンダーラインのパフォーマンスは、ただの音楽フェスティバルの一環ではなく、 人生を豊かにする体験であり、その瞬間瞬間が一生の宝物となるような特別なものだ。彼らの音楽と向き合う姿勢、観客との一体感、そして何よりも彼ら自身の人間性が、見る者に深い感銘を与える。これからも彼らの音楽が広がり続け、ますます多くの人々にその魅力が伝わっていくことを願っている。そして、私自身もその旅の一部であり続けることを心から望んでいる。 ナンバーアンダーライン愛の音楽の魅力を考えるとき、その根底にあるのは、彼らが一貫して追求してきた、真実の音楽というテーマだ。彼らの歌詞は、しばしば人々が日常で感じる喜びや悲しみ、葛藤や希望を描写しており、聴く者の,の心に強く訴えかける。音楽自体も非常に多様で、ポップスやロック、RB などのジャンルを超えて、独自の音楽スタイルを築いてきた。これが、 彼らが幅広い世代に支持される理由の一つだろうまた、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは単なる視覚的なエンターテインメントを超えたものだ。それは、彼らの音楽に込められたメッセージが、ライブパフォーマンスを通じてより深く、より直接的に伝わるからだ。例えば、平野翔のダンスはその場にいる観客の心を捉え、音楽のリズムと共鳴する動きが、見るものを一瞬で引き込む。 彼の動き一つ一つには意味があり、それが歌詞と調和することで、観客に強烈な印象を与えるのだ。さらに、ライブのクライマックスでは、観客が自発的に拳を突き上げ、ステージ上の彼らと一体化する瞬間が訪れる。これは、彼らがどれほど観客とのつながりを大切にしているかを象徴する光景だ。彼らは常に観客を尊重し、彼らの反応に応じてパフォーマンスを調整し、 その場の場エネルギーを最大限に引き出しているこのような観客との双方向のコミュニケーションが彼らのライブを特別なものにしている。また彼らのライブが特別なのはその準備と努力が尋常ではないからだ。例えば、ロッキン一重イン・ーフ・ジャパンの前には彼らが数週間にわたってリハーサルを重ね全ての動きを完璧にするために努力を惜しまなかったという話がある。 このようなプロ意識と完璧を追求する姿勢が、彼らのパフォーマンスを他と一線を画すものにしている。このような努力が実を結び、彼らは現在、国内外で非常に高い評価を受けている。特に、海外の音楽フェスティバルにおいても彼らのパフォーマンスは絶賛され、その影響力は国境を越えて広がっている。彼らが国際的な舞台で成功を収める理由の一つは、言葉の壁を越えた音楽の力にあるだろう。 彼らの音楽には普遍的なテーマがあり、それが世界中の人々の心に響くのだ。これからの彼らの成長と進化が非常に楽しみだが、その一方で、彼らがどれほどのプレッシャーを感じているかも考えさせられる。常にファンの期待に依頼、さらにそれを上回るパフォーマンスを提供し続けることは、並大抵のことではないだろう。しかし、彼らがこれまでに示してきた強い意志と努力の結果が、 彼ららをさらに高みへとと導くことは間違いないなそんな彼らの進化を目の当たりにすることができるのは、ファンとして非常に幸せなことだ。彼らの音楽が、私たちの日常に与える影響は計り知れない。例えば、彼らの曲を聴いて元気をもらったり、励まされたりすることは、日々のストレスや悩みを乗り越える力となる。そして、その音楽がライブという形で直接届けられるとき、 その感動は何倍にもなるのだ。私たちが彼らの音楽を支持し続ける理由は、単にそれが、良い音楽だからではない。それは、彼らの音楽が私たちの人生に寄り添い、私たちが抱えるさまざまな感情や思いを代弁してくれるからだ。彼らの音楽を聴くことで、自分自身と向き合い、新たな発見や気づきを得ることができる。そして、彼らのライブに参加することで、 同じ音楽を愛する仲間たちと一体感を味わい、その瞬間を共有することができる。これからも彼らの音楽が広がり続け、多くの人々に影響を与えることを願っている。そして、私自身もその一部であり続け、彼らの成長とともに歩んでいきたい。次回のライブでは、さらに多くの感動と驚きを期待している。ナンンバーアンダーアダライン i の未来が輝かしいものであることを信じ、 その旅を共に楽しむこのように、彼らの音楽は私たちの人生に深く根ざしており、私たちが日々感じる喜びや悲しみ、希望や不安を共に分かち合う存在となっている。彼らの音楽がこれからも進化し続け、私たちに新たな感動をもたらしてくれることを楽しみにしている。そして、その感動を多くの人々と共有し、彼らの音楽がさらに広がっていくことを願ってやまない。 最後に、皆さんに問いかけたい。あなたにとって音楽とは何ですかそれはただの娯楽ですかそれとも、人生を豊かにするための何か特別な存在ですかナンバーアンダーライン愛の音楽があなたの心にどのような影響を与えているのか、ぜひ考えてみてください。そして、次回のライブで彼らの音楽に触れたとき、その答えが少しでも見つかることを願っています。